JR 東海がリニア工事をめぐって静岡との県境へ向けたボーリング調査を始めたことを知事が改めて批判しました工事をやめて説明に来るべきと JR 東海に求めています一方的通告でございまして実際21日からボーリングが開始されましたこのことについて極めて遺憾であると今日の会見で JR 東海が始めた高速長尺先進ボーリングを批判した川勝知事このボーリングは南アルプストンネルの山梨県内の調査を目的に先端が直径12センチのロッドを使って静岡との県境近くまで掘り進めるものです県境付近には断層帯がある可能性があり JR 東海は県境100メートル手前からは 特にに慎重に実施するとしていますしかし知事は過去に JR 東海が示した資料から県境250メートル付近の山梨県側にある断層と静岡県側にある断層帯がつながっていると読み解くことができるとして JR 東海が設定した100メートルという目安に地下水流出の恐れが低いという根拠を求めました彼らの示された。 根拠が崩れてていいるるとううふうにこちらら、ら見ているものですからだかだ水資源の保全が図られないのではないかという強い懸念がありますので、さし当たって工事はやめて、まずは説明しに来るべきだというふうに私は思っております。知事はこう述べ、来月中旬をめどに開かれる専門部会で、JR 東海に説明を求める意向を示しました。